ハローでは始まりました、アムチェチャンネル。さあ、今回はですね、京都大学の講評に行ってみましょうね。じゃあどうだったでしょうか。戻ってきましたね、本当に。まあ去年まではね、どんどん和訳問題が減っていって、説明問題中心っていう形だったんですよ。そして2020年にはついに和訳問題1問しかなくなってしまったと。あとは全部説明問題っていう形になったんですが、逆転しましたね。2021年は1問だけ説明問題で、あと全て和訳問題という形で和訳問題が戻ってきました。でその後で難しい和文英訳があり、そして会話の中の穴埋めの形の英作文っていうのが出ていますね。さてそれでは見ていきたいと思います。最初の下線部ですね。 While history expresses the particular, concentrating on specific details as they happened, poetry can illuminate the universal, not allowing the accidental to intervene.Hence the justification ですね。はい、もうぶっ飛ばす気満々な問題ですね。いきなりどうすんじゃこれみたいなね。まあ問答無用っていう感じだと思いますよね。まあこれ文脈がね、本当分かってないと無理なんで、プラトンの方が、ね、ポエトリーなんてダメだ、詩なんてダメだって言ってるのに対して、アリストテレスはそうじゃないよって言ってるやつですね。で、history の方はこの particular なものを表すと言ってるわけですよね。で、specific details のこの details の後ろから as they happen ですね。as の塊が details を修飾してるってやつですね。まあ一番難しいやつですよ。名詞を修飾するやつ。習ってない人が、最も多いやつですね。で、だからこの they は details を指すやつですね。その起こってくね、詳細に注目してるんですよね。で、それに対して poetry っていうのは universal なものであると。だ particular の逆じゃないですか。普遍的なものにこう光を当てるって言ってます。偶然なものっていうのが介入しないようにして、普遍的なものっていうのに光を当てる証拠。で、hence the justification だから正当化されるよっていうことですね。だからこれ詩がちゃんと正当化されるものなんだっていう風にしないといけないですね。これ justification っていう名詞しかないんで、非常に厄介だったと思いますね。続いて、When we read nonfiction, we read with our shields up. このシールドを上げた状態で読むと。We are critical and skeptical. まあ批判的だし、疑っちゃうわけですよ。But when we are absorbed in a story, ね。で、これはノンフィクションとこのストーリー側の対比になってるわけですけど、そのストーリーの方に、ね、こう熱中してる時っていうのは、We drop our intellectual guard, ね。さっきやったこのシールドをこうダウンする状態すると。で、We are moved emotionally, ね。感動するし、And this seems to make us rubbery and easy to shape. ね、rubbery は多分推測できたんじゃないかなと思いますよね。rubber はゴムですから、だから、ああ、柔軟なっていう意味だろうなっていうのは分かったと思いますね。まあほら、easy to shape とほら、形変わるわけですからね。その辺は分かったかなと思いますね。3つ目、They can grasp another person's feelings in an instant, act on them, and clinch a deal or win a trial. ね、他の人の気持ちっていうのが分かって、grasp 理解できて、in an instant, だからまあすぐにですね、instantly に。で、act on ですね、これまあ何カ国立では出てくることがある結構厄介なやつですね。まあ授業では普段出てくるときにちょっと気をつけなきゃいけないって言ってるやつですけど、それに基づいて行動するとかですね、based on みたいな形なんですけど、で、デムがその feelings ですね。で、だから相手の気持ちっていうのをつかむことによって、このクリンチ、ね、ボクシングでもやりますけど、この商談をうまくね、つかんだりとか、裁判で勝ったりすると。で、the result may well leave the person on the other side feeling anguished and defeated. ですね、当然、裁判で勝てば相手側が、こう、anguish 難しいね。苦しんるとか。いうやつは、まあ、研究の時勉強したかな。で、defeated 負けちゃったって。そういう気持ちにさせて、conversely、はい、これで逆になりますね。We have all known bookish introverted people. で、bookish っていうのが、まあ一応後ろに、ね、説明があります。あの、フィクションを一生懸命読む人みたいなね。普段使うんだったら bookish って言ったらやっぱマイナスのイメージ、オタクっぽい。なんか勉強好きとか本好きみたいな、そういうイメージですね。introvert なんで、まあ内向的じゃないですか。そういう人たちを知ってるでしょ。つまりさっきのものとは違うわけですね。さっきの方っていうのは相手のね、気持ち分かって勝つ人ですね。で、こっちは、for not good at puzzling out other people. そう、だからここが puzzle out は当然わかんないわけですよ。何なのか。でもさっきのところで grasp って書いてあるから、あ、こっちは grasp できない側だろうなっていうふうに推測しなきゃいけない。だから figure out とかだったらね、ここ簡単なんだけどね。
で、or, if they are. はい、また省略やってきましたね。あ、だからこの if they are っていうのが if they are good at。たとえ、そうですね。even if みたいに訳した方がいいですね。たとえ、その相手の気持ちを掴むのが得意だったとしても lack the ability。こうする能力がないと。to act on what they have grasped about the other person。あ、ここに grasp 出てくるから、パズルもね、grasp の意味だっていうふうに分かってほしいですね。そう、相手について掴んだことに基づいて行動する能力が欠けてる。つまり、最初の方に出てきた人の相手の心を理解してそれに基づいて行動する人っていうのが最初に出てきたわけですけど、 conversely の方はその相手の気持ち分かんないって人、もしくはその相手の気持ち分かるんだけどもそれに基づいて行動できない人っていう、こういう対比関係になってたわけですね。いや、むずいっしょ、長いし。続いて大問2、ダーウィンの方でした。こっちもむずい構文いっぱい出てますよね。大問1が種の起源が大きな影響力を持った要因としてルイスが最重要視しているものを第2パラグラフから選び日本語で書きなさいっていうわけですが、あ、これ問われんじゃねえのって思った部分がやっぱり問われてましたよ。真ん中のね、レスとザンがつながってて後ろの方が重要だからそのザンの側で行くんだけど、そうすると to the factor it's being a work which clashed against one and chimed with the other of the two great conceptions of the world that have long ruled っていうね、ここですよね。 clash against っていうのがそのぶつかるわけですよね。だからこの chimed っていうの知らなくても、あ、ハーモニーとかハーモナイズみたいなね、そういう意味だろうなっていうふうに分かって推測させるって問題でしょうね。で、どこまでこの one と the other を求めているのかは分かんないですね。だから寸大とかヨゼミはそのまま一つとかもう一つっていうふうに言ってるけど、河合はね、一元論二元論っていうね、とこまで代名詞のところまで踏み込んで説明問題やってますね。兄弟はどこまで求めているんですかね。で、続いて和訳ですね。 If we trace the history of opinion from the dawn of science in Greece through all succeeding epochs, we shall observe many constantly reappearing indications of what may be called an intuitive feeling rather than a distinct vision of the truth that all the varied manifestations of life are but the flowers from a common root.That all the complex forms have been evolved from pre-existing simpler forms. という感じですね。でも歴史をこう辿っていくわけでしょ。で、サイエンスが出てきたドーンですから。で、ギリシャの時ですね。で、その後の袖に続くですね、サクシーディング続いていくエポックス。まあ、歴史上のその重要な時代とか、出来事とかそういうのを辿っていくわけです。で、we shall, あ、まあ、we が主語ですから、we とか i の場合は shall は別に will だと思えばいいし、何度も何度も出てくるインディケーションで見えるよって言って、それがイントゥアティブ直感的なもので私たちが言うようなねって言ってるわけです。で、それディスティンクスビジョンオブザトゥースじゃないと。このね、様々な形でこうやって出てきてる、現れてるね、ライフっていうのは、あ、このバットね、オンリーとかジャストの意味のやつですね。これもまあ、なんか大では授業でちゃんとやってるやつですね。The flowers from a common root ね、同じ根っこから出てくるフラワー。ね、で、まあもちろん比喩ですけどね。で、これが truth dot で、2個目の dot がシンプルなものからこう出てくるんだよっていうね。で、まあ進化論なわけじゃないですか。で、最後の和訳。And this explains what would otherwise be inexplicable, the surprising ease and passion with which men wholly incompetent to appreciate the evidence for or against the natural selection have adopted or refuted it. ですね。これ長いですよね。で、これが説明してるよって言って、はい、このアドバイスね、よく出てくるよね。これ以外のやり方では、とか、まあこういうふうに家庭法と関わる。っていうのでよく言うんですけど、説明ができないと。で、この What 説のもの何って言ったらこの後ろですね。That's surprising ease and passion ですね。簡単なこととパッションなんですが、まあ自分自身もこう ease and passion って読んだ時点で後ろに with which が来るだろうなと思ったんですよ。まあそういう風によく出てくるんで、with ease とかね、with passion なんで、簡単に、そして情熱的にみたいな感じで。で、面にまた wholly incompetent to appreciate the evidence for or against natural selection っていうのはこれがかかってて、で、men have adopted or refuted it.まあ、refute は分かんない場合は、adopt の逆だと思えばいいですね。まあ、自分自身は TOEFL のライティングでほぼ毎回使う表現ですけど、ナチュラルセレクションが合ってるよ、間違ってるよっていう、そういう証拠をちゃんと分かることができんと。そういう人たちが、ナチュラルセレクションっていうのを OK とするか、反対するっていうね。そうだ、分かってない人がね、賛成とか反対とかね、言っちゃってると。Elementary ignorance of biology has not prevented them from pronouncing very confidently on this question. ね、だからこれに、関して知識がないのに、バイオロジーのね、基礎的なものがないのにでも言うんですよ。Biologists with scorn have asked whether men would attack an astronomical hypothesis with no better equipment. ね、バイオロジストが侮蔑的に with scorn ですね、scornfully。
こうやって言ってると、men っていうのが astronomical hypothesis に攻撃するか。で、with no better ですから、それより良くないエクイプメント。つまり前のところに書いてあった、だ天文学の知識がないのに、バイオロジーの知識がないのに、あだこうだ言う、ね。同じように、天文学の知識がないのに、あだこうだ言うんかい。で、ないのに自信満々に言うと。いや、難しいよね。いろんなね、省略があったりとかね。かなり複雑ですね。まあ、ネイティブの意見聞いたけど、やっぱ文中にわかんない表現、見たことない表現がかなりあるって言ってたしね。はい、和文訳。言うまでもなく、転ばぬ先の杖は大切である。まずこの言うまでもなく時点でもう間違えます。これまあ、河合の和文訳の教材に入ってるんですけど、ちゃんと語法わかって使ってくださいね。もう添削したんで、私。メンバーシップ、レベル3以上は英作文添削ついてて、送られてきた英作文がこれだった。それで、転ばぬ先の杖っていうのですね。まあ、知ってますよね。イディオムを直訳するのではなく、ちゃんとわかっていると。たまには結果はあれこれ、心配する前に一歩踏み出す勇気が必要だ。まあ、やってみるってことですね。痛みを見るかもしれない。失敗するかもしれないですね。失敗を重ねることで人としての円熟味が増すこともあるだろう。ですね。マチュアになるってことね。で、諦めずに何度も立ち上がった経験が、まあ、失敗してもまたやると。とんでもない困難に直面した時にそれを乗り越える大きな武器となるに違いないと。まあ、この辺は、それができるようになるとかでもいいです。まあ、助けとなるとかね。そういう形で武器のところはいろいろと言い方があると思います。だから直訳ではなく、いろいろと言い換えてちゃんとやるっていうのが大事です。最後、会話ですね。最初、パスタっていうのが、よろしくないっていう理由を書くわけですね。そのパスタがまずいとか、オーバークックとなのか、アンダークックとなのかね、ソーティーなのかとかいろいろあると思いますね。で、another possibility is that っていうので、まあ、in a bad mood だったとかね、気分が悪かったとか、そんなにお腹が空いてなかったとかね。そういうのはいいかもしれないし。まあもしくはもっと美味しいパスタ食べてただからかもねとか考えられると思います。まあ、だから昔の東大の問題に似てますよ、これね。ちゃんとね、発想をパッと浮かべればいける問題だと思います。次がすぐにね、急いで一般化しちゃうっていうのの例を挙げればいいと。最初に見たものとか、すぐに会った人でこうなんじゃないのってね。こうこう前に会った人こうだから、こうなんじゃないのとか、前に見たものがこうこうこうなんだからこうなんじゃないのみたいなね。誤解の例とかを挙げればいいですね。で、最後、そのレストラン戻ってまた、別の料理食べるよとか、またパスタ食べてみるよとかね、そういった形でやればよかったと思いますね。ここはパッとアイデアさえ浮かべば簡単な英語でサササササッと書けるのでできてほしいなっていうとこだったと思いますね。はい、どうだったでしょうか。戻ってきた兄弟っていう感じだったと思いますね。本当に兄弟な敵になったっていう印象です。はい、どうだったでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.